そういえば、8月に FGO フェスティバルとかで、FGO アーケードの大会をやるらしいです。そうなんだ。ついに固定メンバー出撃できる機能が登場するのかと思うと、胸熱ですね。でもそんなメンバーいない、ぼっちプレイヤーだよね。あ、タイミーカーで2枚買ってくればなんとか言ってます。そんなことをしていたら、心が壊れて人間ではなくなってしまうよ。止めないでくださいマキさん。私は何としても大会に出るんだ。あと胸は熱くないよね。そっちの方が心が壊れるわ。はーい、ということでグレイル王です。すげえ不機嫌。誰のせいですか。今回は弓塚さん主催のフジノンさん地方に参加してきました。ついに来たね、フジノン地方。ちょっと録画台が確保できなかったので、あまりフジノンさんが揃ってる試合が取れなかったのですが、ご容赦を。 USB ポートあるんだから筐体から録画できるようにしてほしい。試合の方ですが、こちらにはフジノンさんの戦敵のカルナさんがいますが、相手も必中孔明さんがいるので、どう動くか難しいですね。開幕孔明さんの枠にカットを入れようかと思いましたが、距離が合いませんでした。カット返しが怖いのですぐに離脱します。対フジノンさん戦はとにかくダッシュし続けることが大事になります。歩きを入れるとターゲットラインが出ていれば確実に一方的にガードさせられます。もちろんこれを利用してダッシュ歩きダッシュで相手の攻撃を誘発するのも有効です。というかよくやられます。無防備なところがあればダメージを稼ぎつつ、基本的に必中とバフが切れるまで逃げる感じですかね。そこですね。少しあまり動かないでください。痛み程度で。味方が落ちたので一度引いた方がいいんですが、ちょっと欲張ってますね。マルタさんなのでマイナス方向に回避する意味なかったですね。厳しいかもと思ったらカットしたフジノンさんから勝負だ。まずはこの人強。こちらはヒットポイントが少なくてなかなか厳しいですね。ああ、これは最後止めが良かったですね。目の前のジャミーさんを攻撃しつつ、三段目でたでかい攻撃とか、いろいろ発想が出れば良かったですね。これもまあ、きちんと見えてなかったんですが、相手3人の中に飛び込んじゃってますね。マップ上、味方の丸数字が残ってるんだよね。そして痛恨のタゲミスしてしまいました。タゲロックキーでタゲ選んだ。それなんですね。これはホーム来てしまいそう。あちゃあ、これはひどい。申し訳ないです。まあとはいえ聖杯ゲージは6でこの体力なので、なんとか押し返したいところです。剣式さん危ないですが、勝ってるフジモンさんも放ってはおけない。走るしかない。ここで味方の殺しさんが聖杯取ってくれました。そしてそのままマルタさんを倒してゲージ獲得です。あーガードバーストからの逃げを阻止できなかった。相手は攻めてこない感じですね。ここで3対3ですが、八色さんが落ちてしまいました。無敵貫通で横やり刺された感じですかね。厳しい。間に合いませんでした。ちょっと序盤にだいぶやらかしてしまって負けてしまいました。見直してみるといろいろ反省点多いね。味方の方はすみません。次は頑張ります。気を取り直して次の試合です。今度は相手にカルナが生贄になったドーンくんちゃん出した方がいいかもですね。目浴だと宝具まで生き残れなさそうだし、口デビフジノンに宝具打ってもらうように動いた方がいいかもね。そうですね。ちなみに私のフジノンさんの再臨段階の方針ですが、存在感を消すために極力背景に馴染む衣装にしてます。前のオガワハイムだと第一再臨の黒で、
このステージだと赤系統が多いので第3サイリンって感じですね。第2サイリンはいつ使うんだろう。メイド喫茶ステージ一生こなそう。さあ、つぶりパリチェー、つぶりしてる子はいればチェック完了。つぶり者いませんでした。何のゲームをしてるんだ。たまにこれ壁に隠れてるアンテラさんとかが殴ってきて溶けることがあるので注意です。ホラーすぎる。カルナさんスタンしたので思わずですが、下げかけるのは良くなかったですね。そこですね。柱だよ。ダーツンダーツ。そこですね。カルナさん強いですね。どうも、6番の相手口なんかちょいちょいカットですね。カルナが来たよ。ふえーん。皆さんさよならさよならさよなら。あれなんか向こう行っちゃった。防具溜まってそうな方が優先ってことでしょ。またまた来た。と思ったら行っちゃいました。これは防具ですかね。とりあえず隠れときましょう。と思ったら味方の藤野さんだ。うわ、これはない。素晴らしい判断ですね。そこです。こっちもドカンと行きましょう。危ないです。あ、しら見せしちゃった。見てないですよね。見てないですよね。何にも見てないよ。6番さんのタゲが外れないので多分この家政婦さんは浮いてますね。味方に任せちゃおう。ああ、しまった。フジノンが壁に隠れてたら大体バレるよね。最近は警戒する人が増えてきてゆかりさんは悲しいです。これは完全に集中砲火モード。これでも食らえ。テイクザというフィーンド。ダメでした。ものすごい集中砲火なんですが。頑張れ。とりあえず隠れましょう。あ、なんとか入りました。足が強い。ここですね。しかし聖杯レージは6でヒットポイント的にはあんまり良くない感じ。味方藤野さんまだ生存してますね。 NP 溜まってたら強いけど。溜まってたら これは強い。味方藤野さんに安心してバルハラへ旅立てそうです。あ、まだ大丈夫です。あ、ダメだこりゃ。パッドに溜まって見えないの。なんとかなんとか。いいだろう。レオンくんちゃん出動です。私に任せて。特艦。あと一息さ、マスター。とりあえず影集中で味方救出。雑式さん二人で NP 状況が謎ですね。状況が難しい。とりあえず外からバッと動かし、藤野さんを何とかしましょう。そこだ。こいつはまずい。この葛飾さんは削りきれなそう。藤野さんにスイッチで防具打ってくれるかな。難しい。これいろいろ考えましたけど、藤野さんは任せて隣接の殺しさんを何とかすべきでしたね。まあ、あとこの後味方のヒットポイント考えれば離脱すべきでしたね。そして殺しさんに防具をもらってしまうという。死が俺の前に立つんじゃない。わかんない。これは痛恨の判断ミス。うわー、わかりました。本当は言葉だけ。ヒットポイント的にはあと一人倒せばという感じだけど。あ、味方が一人落としてくれましたね。ゲージ分かってるので、あとは耐えるだけ。無敵貫通は2だ。こっちこっち。うわ、しまった。ガードしてればいいのに。危なかった。この試合は、味方さんが頑張ってくれて、なんとか勝てました。だいぶ足引っ張ってたね。基本の動きを分かってても、いつも頭から抜けちゃうんですよね。藤野さん地方は敵も味方も藤野さんが活躍していてとても楽しかったです。主催の弓塚さん、対戦してくれた皆さん、
町ありでした。